はい、どうも皆さん、こんにちは。エゼッコです。それでは今回なんですけども、Visa Line Pay トカードの普段の使い方は、スマホ決済との連携や支払い方法、裏技、そして、最後にお得な発行方法もということで、ちょっと今回は長めのタイトルなんですが、Visa Line Pay トカードについてですね、まあ、このクレジットカードについては何度か動画でアップしてきましたが、実際に今現在ですね、どんな時にどんな場面で利用しているのか、そしてご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、ちょっとした裏技的なところも含めてですね、 簡単にサクッとお伝えしていこうと思いますそれではいってみましょうということで早速ですねお伝えしていこうと思うんですけども今出ているのがこちらの Visa ラインペ y クレジットカードそしてまあ当初ね出たモデルである、まあ、オリンピックカラーというんですかね今現在は他にカラーバリエーションあったりするんですけども発行当初はですねまあこのカードの色のみということで今現在僕が一番メインカードとして使ってるクレジットカードとなってます で、ちょっと本題に入る前に、まあ、ここ最近ですね、結構、ま、メディアというか、まあ、CM でも、このビザラインペック,クレジットカードがめちゃくちゃ押してる感じなんですよね。っていうのもですね、この今出てるのがですね、あの、トンネルズの石橋貴明さんが、今、ビザラインペック,クレジットカードの CM が合ってるんですよね。しかも3倍還元ってことでめちゃくちゃ押してて、プラス、タイトルでも何度かお伝えしてる、ビザラインペック,クレジットカード、これ略して LINE クレかということで、今、すごい押してる感じです。 で、他にもですね、まあ、つい最近、これプレスリリースでもあったんですけども、女性が選ぶクレジットカードの期待度を2020年今ナンバーワンらしいです。これこのウーマンリサーチより引っ張ってきたんですけども、まあ、ちょっと期待度っていうのがちょっとピンとこないんですが、一部ちょっとどんなコメントがあったか抜粋してきました。 その抜粋した部分なんですけどもここビザラインペクレジットカード最近作りましたがじゃんじゃんポイント貯まるし使えるお店も多いしです最強ということで、まあ、ちょっとこの気持ちすごい分かりますね結構今現在だとまあ最強だなっていうふうにも思いますね次還元率が高いのでなるべくこのカードを使うと他と使い分けで手間がかからないのがいいということでやっぱり結構ここも3%還元すごい押してる感じですよね そして最後ここですね。溜まったポイントが翌日からすぐ使えるのが得した気分になっていいということで、確かにですね、大体のクレジットカードの貯まったポイントというか、その還元されるポイントって、まあ、翌月とかにね、まとめてポイントが還元されるんですけども、ビザラ隠蔽クレジットカードの場合は、まあ、翌日というよりかは、大体数日後ぐらいに、まあ、2、3日後ぐらいにポイントが反映されて、それがラインペイとか、普通にラインポイントとして使えるので、まあ、そこもね、結構魅力的なところなのかなと思います。 で、念のためですね、このビザラインペイクレジットカードの基本情報もおさらいしたいと思うんですけども、まあ、先ほどから結構押してるこの還元率が3%、もうここほんとすごいですよね。2021年の4月の30日までとにかく3%還元。で、年会費なんですけども、無料ということなんですが、通常の場合1250円税別でかかります。ですけども、年1回以上の利用で、年会費が無料になります。まあ、他にもですね、ラインペイにて、まあ、これビザラインペイクレジットカードに限るっていうわけではないんですが、 そのもらった LINE ポイントの総量によってランクみたいなのが決まるんですけどもそれでクーポンのもらえる枚数というのが変わりますちなみにもらえるクーポンというのはスキヤだったりローソンとかマツキヨとかそういったもののクーポンがもらえます他にもこれつい最近ねもう動画でもアップしたんですけどもこの VisaLINE ペクレジットカードで決済した瞬間に LINE にて即時通知が来るように最近この機能が加わりましたこれはでかいですよねこれはもう LINE ならではのいいところを引っ張ってきてる機能かなと僕は思ってます これまでは、まあ、LINEPay で決済した場合はね、LINEPay の通知がすぐ来てたんですけども、今回はカードを使った瞬間に、まあ、ちょっとラグ、ラグというか、若干まあ、時間差はあるんですけども、この金額で決済しますというっていうのは通知が最近加わりました。で、あとはビザのタッチ決済の機能も搭載されてるということですね。 で、ここからですね。まあ、今回の本題、まあ、本題に入るの遅かって申し訳ないんですけども、このビザな隠蔽クレジットカードの僕の普段な主な使い方を紹介したいと思います。まあ、結構ですね、まあ、この方法は使われてる方多いのかなと思うんですけども、主に大きく言ったら3つ紹介します。まず1つ目なんですけども、スマホ決済との連携ですね。これ少し前の動画でもね、お伝えしたことがあるんですけども、今現在このビザな隠蔽クレジットカードを今右に出てる D 払い、 楽天ペイペイペイ、これらとまあ紐付けています。で、紐付けれる理由というのがですね、この Visa ンペイクレジットカードが 3D セキュアに対応してます。まあ本人認証サービス、いわゆるその 3D セキュアっていうんですけども、これに対応していることによって、この3つのスマホ決済と連携が可能となります。 で、実際の還元率なんですけども、今出ている通りとなります。ビザラインペイクレジットカードの場合は、ラインポイントが3%分還元がされて、D 払いの場合は0.5%還元。これは常に D 払い単体で決済しても0.5%還元がされます。で、楽天ペイの場合なんですけども、ビザラインペイクレジットカードと紐付けた場合は0、0%還元。まあ、いわゆるその還元ない状態となります。 で、イペイなんですが、僕はま、紐付けてるというよりかは、ちょっと後で話すんですけども、普通にペイペイでクリジットカード決済をしたら、LINE ポイントが3%分だけが還元されるということになります。なので、ま、トータル実質の還元率で言うと、DE 払いがやっぱ一番高いですよね。実質3.5%還元で、他の楽天ペイとペイペイの場合は3%還元となります。で、このペイペイなんですけども、今ちょっとお伝えしようとしたことなんですが、これご存知の方多いと思います。ペイペイステップということで、 前月のご利用状況に応じて0.5%から1.5%分が戻ってくるということになります。このペイペイステップのルールによってペイペイとビザラインペイクレジットカードを紐付けた状態でクレジットカード払いみたいな感じにするとこのペイペイステップの対象外、還元の対象外ということになるのでペイペイはもう実質0%還元でもう本当にビザラインペイクレジットカードの3%分が 還元されるということになりますですけどもまあ、少し前の動画でもお伝えしたことあるんですが下にも出てる通りですねソフトバンクワイモバイルまとめて支払いを使って僕はチャージをペイペイにチャージを行いますこれはもうソフトバンクとワイモバイルのユーザーの方だけしかできない まあ、技というか方法なんですけども、それをすることによって、支払い元をビザラインペイクレジットカードに設定しているので、そうすることで3%分の還元プラスアルファでペ a y p の0.5%の還元を受けることができます。なので、僕の場合は D 払いも3.5%ですし、ペイペイも 3.、実質3.5%でお買い物ができるということになります。なのでね、ぜひソフトバンク、マイ運ばれるユーザーの方はまとめて支払いで、支払い元を ビザラインペイクレジットカードという方法もいいのかなというふうに思います。以上がこの1番のスマホ決済との連携についてでした。で、丸二番なんですけども、もうここはもう詳しくはお伝えしないんですが、もう公共料金ですね。大体の支払い関連、電気代とか水道とかガスとかそういったものを基本的にはビザラインペイクレジットカードにしてます。 ま、他にもですね、支払い関連であれば、他にも、ま、光回線であったりとか、他のサブスクとか、そういったものをですね、基本的に Visa Line Pay クレジットカードで行ってます。そして3つ目、ここの気になる裏技ということなんですけども、もしかするとですね、ま、この方法はご存知の方多いとは思います。なので、温かい目で見ていただければと思うんですが、通常ですね、この Visa Line Pay クレジットカードで、このモバイル Suica にチャージをする場合なんですが、 通常の場合、このポイント還元の対象外の項目を見ていただくとわかる通り、Suica であったりとか、まあモバイル Suica 電子マネー関連に Visa ラインペクレジットカードを使ってチャージしたら、 ポイント還元の対象外となります。まあ、これはね、よく動画でもお伝えしてるんですけども、今回、この Visa ラインペイクレジットカードからモバイルスイカーに直接チャージをするのではなくて、この 6g というアプリを使ったら、なんと3%の還元の対象になるということになります。これ、一時期ね、ツイッターでもすごい話題になってて、僕全然動画にするタイミングがなくてですね、いつ伝えようかなと思ったんですけども、今回の動画にさせていただきました。で、実際の、ま、画面遷移などはですね、今回は 省かさせていただきますなので、どんな風な流れになるのか簡単にお伝えするんですが、まずはこの 6g のアプリに v i s a ンペイクレジットカードを登録します。ちなみにこの 6g というアプリは、あの SN、SNS で有名な m i x i というところがですね、運営してます。で、この 6g に v i s a l i n クレジットカードでチャージを行います。そこから、 僕の場合 iPhone なので Apple Pay を使って 6g からモバイルスイカにチャージをすると。そうすることによってなんと3%分の還元が可能になるということになります。一応ですね、まあ、せっかくなのでまあ、その証拠をお伝えしたいと思います。これ普段のですね、LINE ポイント還元されるところの履歴なんですけども、ここ見ていただいたらわかるように2020年の9月の19日、 15時27分ですね。ここのところのミクシーというところからですね、ラインポイントが30ポイント分が還元されているということがわかると思います。僕が先ほどお伝えした方法で1000円分を 6g を経由してモバイルスイカにチャージをしたという流れになっております。一応流れはざっとこんな感じですね。まあ実際にどんな画面でどんなところからチャージしてるのか全然イメージがわからなくて申し訳ないんですけども、もしご希望があればですね、どんな風にするか改めてちょっと動画を 動画を作ろうかなと思いますで一応このアプリに関しては招待制になってますので 確か、今はちょっとどうか分かんないんですけども、アプリをインストールして、この 6g 側に問い合わせたら、そのままもう 6g が使えたりするっていう話もちらほら聞いたんですけども、急いでこの 6g を使いたいですっていう方がいらっしゃいましたら、僕のツイッターの DM 宛てにですね、招待してくださいっていう風な DM いただければ、まあ僕の方からですね、招待のリンクを送信したいと思います。ですけども、ちょっとですね、状況によってはなかなか返信できないという場合もあるかもしれないので、そこだけご了承いただければ で、念のためですね、ここも先にお伝えしておくと、もしかすると、この 6g 経由をして、モバイルスイカにチャージする方法なんですが、いつかですね、封鎖されるんじゃないかなっていうふうにも思われます。もともとね、これはもう、ビザラインペクレジットカードの公式のページには、モバイルスイカにチャージするのがポイント還元の対象外になっているので、まあ、ちょっとした裏技にほぼほぼ近いので、もうそれを分かった上で、いつか封鎖されるっていうことを、頭の中に入れた上でチャージすること ことをお勧めしますなのでもし行う際は自己責任でお願いします以上がですね僕が普段 ビザラインペイクレジットカードをこんな風に使ってますよということの紹介についてでしたで、最後になんですけどもこのビザラインペイクレジットカードがですね、つい最近僕ツイッターでもつぶやいたんですがなんとポイントサイトにやっと出現しましたもうほんとねこれ結構待ってたんですけども今のタイミングで、まあ、それこそね石橋孝明さんの CM が始まったと同時に最近ポイントサイトに出てきたという感じですねで、今回紹介させていただくのはここ最近僕が使い始めてるこのチョビリッチと というポイイントサイトサなんですけども今現在、このチョビリッチ経由でビザラインペイクレジットカードを発行した場合なんですが、ちょっと上にも出てる通りですね、クレジットカード発行するだけでこの3500円相当のポイントをもらうことができます。 で、このポイントに関しては、今これ9月22日現在のお話なので、日付が変わったりとかすると、この案件がなくなったりとか、もしくはポイントの、この、もらえるポイント数っていうのが変わってくるので、そこもご了承ください。ちなみに、例えばその、チョビリッチでもらったポイントの交換先として、まあこれはごく一部なんですけども、 例えばその楽天銀行に普通にリアルマネーとしてお金を振り込むこともできますし、t ポイントに変換することもできたりとか、ドットマネーであったりとか、p e クスとかプリンとかそういったところにも交換することができますので、ぜひですね、ビザラインペックレジットカード発行する場合は、今現在だとちょびッチ経由をお勧めします。 まあそんなこんなで今回はビザランインペックレジットカードの僕の普段の使い方であったりとかちょっとした裏技そしてお得な発行方法についてお伝えさせていただきましたいやほんとねまだ来年の4月までなんですけども僕は今現在メインカードとしてですねこの3%還元をかなり楽しくですねおいしくいただいているような状況でございます <laughs> まあこの溜まったポイントに関してはね、まあ少し前の動画でもお伝えしたんですが、まあギフトで友達にあげたりであったりとか、あとはもう大きく溜まったらですね、LINE 証券から、そこからまあ現金化しようかなというふうにも検討してるという感じでございます。まあ人によって LINE ペイで使ったりとかいろんな方法あるので、そこはね、 ぜひ考えてみるのも結構楽しいのじゃないかなというふうにも思います。で、もしですね、ま、視聴者さんの中で結構発行されてる方も多いとは思うんですけども、まだ発行されてない方がいらっしゃいましたら、ちょびッチ経由が結構今現在だとお得ですので、下の概要欄にちょびッチのリンク貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてくださいということで、本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました